わかる動物たちのトリビア、ガガンボ編。ガガンボは触っただけで体がバラバラになってしまう。へえ。世界中に分布しており、日本にも数多くの種類が生息するガガンボですが、その見た目は蚊が大きくなったような姿をしています。おいおい、ってことはこいつも血を吸ってくるんじゃと思うかもしれませんが、安心してください。ガガンボたちはお花の蜜を吸って生きているのです。さらに彼らは史上最弱の昆虫とも呼ばれています。何かに触られただけで足が取れてバラバラになってしまう。立派な羽があるのに飛ぶのが下手で風に吹き飛ばされる。幼虫時代も安全はなく、寄生バエやキノコなどに寄生されて生き耐える。という風にお世辞にも強い昆虫とは言えませんね。一応足が取れるのは敵に襲われた時にトカゲの尻尾切りのような役割があるのですが、残念なことに一度取れると再生せず、その後生きるのも難しい。皆さんが蚊だと思って殺虫スプレーを使った時なんて、薬が効く前に風圧で全身が粉々になってしまうのです。なんだかちょっとかわいそうですね。